100円で猛暑を乗り切る方法、こんにちは、100円娯楽でーす。1年の半分が終了して夏本番の7月に突入、4年前の駆け出し時代はエアコンなんか使うお金の余裕はなかったんですが、今はちゃんと使えるようになって皆さんに感謝しまくり、しかしその甘い環境のせいで暑さ耐性がなくなり、外に出られなくなってるのが現状、非常に良くない。こんな甘えた環境で育ってしまったらダメ人間になっていくということで、今日は100円で猛暑を乗り切る涼み方をご紹介したいと思います。まず僕が4年前に本当にやっていた涼み方といたしましては、服をびっちゃびちゃに濡らして体温を下げよう作戦ですが、部屋がべちゃべちゃになるのでおすすめはできません。その昔はソフトツイストやドリンクエスが100円だったので100円マック作戦もできましたが、今は値上げしてるし、仮にできても倫理的に長時間滞在はできません。ということで、今の現状で一番可能性がある100円猛暑対策はシンプルにダイソーのうちわぐらいしかございませんが、自分の力で涼しさを手に入れてこそありがたみがあるってもんですから、エアコンなんかに甘えずにうちわをブンブン振り回してください。経験者は語りますが、今の時代エアコンがないと本当に危険なので、ケチらずつけてくださいと、100円では猛暑対策は絶対に無理と断言した今日この頃でした。皆さん、エアコンつけさせてくれて本当にありがとうございます。